村陽子と申します。ごめんなさい、光村陽子と申します。光村さん、もう一回言います。はい、光村、もう一回言います。東西南北の西、うん、東村の村、それで西村。あ、西村さん。名前はようこ。ですね、ようこ。もう一回言います。よいいりょうこさん。もう一回言います。よつぎがさしすせそのし、子供の子。よしこさん。よしこさん。はい、よしこです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は家具屋に勤めています。仕事は内装工事のプロジェクトマネージャーをしています。そして融資とボロボロ活動をしています。どういった内容のボロボロ、どういった内容の活動をしているかというと、誰でもおしゃれが楽しめる活動をしています。以上です。おしゃれっていうと、ファッションとかですか？そうです。家具屋さんとファッションのお仕事両方されていらっしゃるんですか？いえ、違います。家具屋の仕事は本業です。あ、プロボノの本の活動にすごい興味があるんですけど、はい、その、おしゃれをすることでこう人の生活が良くなるとかっていうふうな、こうなんか活動なんか理念みたいなのっていうのはお持ちなんですか？うん、そうですね。きっかけは車椅子ユーザーとの出会いがありました。その方が車椅子でもおしゃれがしたいということを言いました。私はその言葉を二度聞きました、その二度聞いた期間が10年経って同じことを聞きました、そこでなぜ変わらないんだろうと思うことになって、活動を始めました。その方との出会いって何でしたか？その方との出会いは、はい、私自身がアートウリズでボランティアをやっておりました。そこで活動資金をいただくための
送チームに車椅子ユーザーがいました、うん、その方が車椅子でもおしゃれをしたいということを言いました、うん、その後10年以上経って別な女性が同じことを言いました、うん、車椅子でもおしゃれがしたい、うん、それで10年以上経っているのにどうして変わらないんだろう、うん、始めました。活動を始めてから、その方はおしゃれができるように前よりはなりましたか、うん、その方自身は、なったかはっきりわからないんですけど、うん、まずどうして変わらないんだろうっていうきっかけを探っていきました、うん、すると、うん、出会うきっかけがないんだなと思ったんですね、うん、出会うかというと障害者といわゆる健常者との出会いがないんだなと思ったんですね、うん、それで出会う場を作ると考えました、うんうん、コミュニティ作り大事だな。そうですね、うん、実際に当事者の方と健常者の方に立場を超えて、うん、行政の方とか学生だと子供、うん、おじいちゃん、おばあちゃん、いろんな方と場を作りをやっています、うん、それはファッションから何か他のことにも拡張していきましたか？まだ探っている最中ですね。ああ、そうなんですね、はい、そのプロモードに参加されている方っていうのは大体何人くらいいらっしゃいますか？プロモードに参加している方は、各参加している方は 4、5 名くらい、うん、15名くらいだと思います、うんうん、ちょっと質問を変えてもいいですか、はい、その本業の家具の方にお話を戻したい、うん、お話したいんですけど、うん、一番好きな家具は変えてどうして家具屋さんに就職されたんですか？それは、ですね、具体的に言うと IKEA JAPAN というところに勤めているんですけど、どんな企業か関心があったんですね。それまではずっとアパレル企業に勤めていました。になってますかね、はい、アパレルに勤められてたのもなんか納得しました。つながりました、うん、もう一度言ってもらっていいですか？もともとお洋服のお仕事をされてたんですね。何かこ
だわりはありますか？こだわりですか、やっぱり買い物するときに気持ちよくお買い物できる空間にしたいなと思って、デザインされていますか？その質問されると非常に物が散乱していまして、あ、そうなんですね、なぜかというと、うん、今やっているワークショップの材料がいっぱい、部屋の中に散乱していまして、あ、そのワークどのようなワークショップされてるんですか？ワークショップの内容ですか、ね、はい、ワークショップは体に障害がある人と先ほどの人の方が集まって、アパレル企業にも協力していただいて、服を提供していただいて、その服が例えば車椅子ユーザーだと、使いにくさをみんなで理解し合って、どうやったらみんな楽しめるか、みんなで楽しめて、そういう形にして展覧会を行っています、お洋服の作りとかに何か工夫がされていたりするんですか？そうですね、どんな、みんなでそこを考える、はい、あ、みんなで考えて作ります、皆さんはお洋服のこと、困りごとってありますか？よく、私は丸型で肩にかけるいろんなものがずり落ちるっていう悩みがあるので、カバンとかですか？お洋服でも、洋服今中から見えますみたいな、ああ、そうですね、こういうことって障害があってもなくてもあるんだなって思って、私のワークショップをして感じました、他の皆さんいかがですか？足が大きいので、なかなかサイズがないっていう悩みがありましたが、ここ数年は大きいものが出てきたので、ただやはり、望んだデザインのものにはあまり出会えないです。万人が着れる服っていうのは存在するのかなって今少し思います。難しいですよね。この前やったワークショップでは、視覚障害のある女性の方で、視覚障害女子が音声ガイドのイヤホンを使うんですけど、イヤホンを時々外すときにコートが絡まってしまう困り事があって、実際直して
ありがとうございました。ありがとうございます。終わりです。